ビーマン・バングラデシュ航空は、バングラデシュの国営航空会社。ボーイング777から 300ER 型機1972年に1機のダグラス DC-3 で運航を開始した。その後、フォッカー F27 やボーイング707を導入し、規模を拡大していった。なおこのボーイング707のうちの1機は、日本政府から贈与されたものであった。 1983年に導入したマクドネルダグラス DC-10 は多く導入され、長期間運用されてきたが、老朽化のために2014年2月に退役した。最近では機材更新を進めており、ボーイング777から300やボーイング737から800を新塗装で導入したほか、ボーイング787を発注している。路線網は南アジア、 西アジアを中心に、イギリスのロンドンやローマへ就航している。かつては、ニューヨークやや、フランクフルト等の長距離路線も広く展開していたが、その後縮小した。しかしボーイング777の導入以降再び、路線網を伸ばしてきている。かつては、ダッカからバンコク経由で、東京行きの便も就航していた。 1980年5月28日に B707 による成田への初就航を果たしたが、1981年5月までの約1年間の運航後に一旦運航休止となった。その後約9年半に及ぶ運航休止期間を挟んで、1990年11月2日に DC-10 によるバンコクに加えてシンガポールも経由する経路で週1便で運航を再開したが、 2006年10月末に通算17年にわたる日本路線の運行を中止した。2016年1月現在、南アジアバングラデシュインド東南アジアミャンマー、マレーシアシンガポール対西アジアクウェートマーアンカタール、アラブ首長国連邦サウジアラビアイギリスエアバス A310 から300型期2021年8月現在、 A310 以来の新機材となるボーイング777から 300ER を導入した際に取得した、同社向けのボーイング車顧客番号は EQ となっており、777から 3EQ と付けられる。ありがとうございます。